電気録音とは音楽録音において現在普通に行われる楽器や歌手の演奏をマイクロフォンにより電気信号に変換した上で録音する方式であり、それまでの音響を機械的振動のみを用いた記録方式であるアコースティック録音と区別する。初期には信号の調整後直接レコードの原盤をカッティングしたが、 録音機の発明とともに一旦記録したテープなどを介して間接的にカッティングが行われるようになった。その結果、テープ上で編集を行うことができるようになったため、演奏家は最初から最後までミスのない演奏を行うことを必須とされなくなったが、それはメリットであると同時に演奏の緊張感を損なう欠点であるという見方も長らくあった。しかし、 アコースティック録音時代の記録媒体は SP レコードであったため最大でも5分程度しか演奏を続けることはなかった。かつてはオペラの一幕はおろか公共曲の一楽章すら通して録音することはなかった。演奏会を行わないことで有名だったピアニストのグレン・グールドは変奏曲の各変奏を順序も別々に録音して制作したレコードを作ったことも あったし、オペラなどは出演する歌手のスケジュールに合わせるため、楽譜の順番通り録音されることは滅多にない。そうした録音セッションを通して、演奏の質を確保することに力を注ぎ、結果に責任を持つのは、演奏家だけではなく、レコーディングプロデューサーの重要な仕事である。ありがとうございます。